さあファイナルバトル、 VTEC パワーでクラス上の速さを見せるシビック R が相手だ。バックミラー見てても原くんかなりステアリング修正してたみたいで、 MRS はこれはもう快適クルージングだった。もうエスモリュードスターになってます。でシビックタイプ R、 これが基本的なんですが、分かりません正直。この車に勝ったらかなり偉いと思います。頑張ります。まあこの VTEC パワーで、このミニコースといえども、そんなとこ行かせて勝てるんじゃないかと思います。楽勝だと思います。見ててください。今までタイプ R に勝てなかったロードスター、どう戦うのか。 DMCO は FR のアドバンテージで前に出た。しかしシビックはここからが速いはず。ちょっと直線が短いかな。 VTEC パワーでも一歩届かず。2コーナーを抜けて BMCO が前。意外な展開になってきたぞ。ここら辺は VTEC 効かないでしょ。タクシャンの読みぴったり。 VTEC ゾーンが外れるシビックはどんどん離れていく。タクシャン、今のうちにリード広げちゃえ。シビックタイプ R の前を走れると思うな。ただね、ストレートが速いんだよね、あの車。そう、ここからがシビックの真骨頂、ストレート加速勝負だ。おっと、2台の差が詰まらないぞ。一体どうしたのタイプ R。 ニトさんが離れてるから辛いな。心で行ってみよう。やっぱギアヒヤってないから出口でどんどん離される。ロードスターに負けなしのシビックが思わぬ大苦戦。いい感じ、追いついてこないじゃん。バトルは最終ラップ。タクシャンセッティングの BMCO は会長そのもの。いいねこのライン、全くいいラインで走ってるよ、ロードスター。ジガジさんはひょっとして親譲り？こういうとこもね、やっぱ FF のアンダーがちょっと辛いですね。遠く去りゆくロードスター。2台の差はカメラのフレームいっぱいいっぱい。今まではこれが逆の立場でした。BMCO 史上初の大金星。シビックタイプ R に勝っちゃったよ、ロードスター。バカにすんだよって感じだな、ロードスター。ちゃんとセッティングすれば金かけなくてもシビックタイプ R に勝っちゃうんだよって感じ。